城北対陵南の試合は、復活した2メートルセンター魚住と天才仙道の活躍により再び陵南に流れが戻った。しかも陵南の監督田岡が予言した城北の不安要素が残り4分を切り次々と的中し始めた。城北の不安要素その1はファールトラブルだ。不安要素その2、選手層が薄い。城北の最大の不安要素、安西先生不在。よし、よし、城北の不安要素その4、素人桜木。仙道の気迫のシュートが決まって、城北はついに65対63の2点差に追い上げられた。しかも赤木が魚住と同じ4つ目のファールを取られてしまったのである。ミッチ、ミッチさん、ど素人花道本領を発揮。いや、ドイツだ相手は。手貸すぜ三井。ぶっ壊してやるよ。三井、三井さん。三井。三井、ミスイ、赤木、小暮だ。三井を頼む。はい、はい、大丈夫ですか三井さん。しっかりしてください。立てますか三井さん。三井さん、三井さん、いけいけ陵南、押せ押せ陵南、いけいけ陵南、押せ押せ陵南、いけいけ陵南、押せ押せ陵南、いけいけ陵南。脳貧血のような感じ、水分補給が足りなかったみたい。あと倒れた時に唇を切ってます。ちょっと休んで水分を取れば回復すると思うけど、この試合はもうダメか。もうないのか。あ、買ってきます。力が入らねえ。クソ、俺に中学の時以上の体力があるはずもねえか。中学の財産だけでやってるようなもんだからな。おう、そこ置いといてくれ。サンキュー。もう行っていいぜ。
タイムアウト終わる頃だろう。俺もすぐ行くからよ。はい。絶対勝ちましょうね、先輩。なぜ俺は。なぜ俺は。あんな無駄な時間を。しい時間帯であれだけの動き、ヨナンもまた相当鍛えられてる。ついてて全国制覇ができると思うか。たっちゃん、青田、柔道男。やつめ、あったあったぞ赤城。当然だろう。また一緒だな赤城。青田、青田、当然俺は柔道部に入る。俺は当然バスケット部だ。そして目標は全国制覇。いけるのか、湘北のバスケ部で全国へ。柔道部の方が先だ。行く、必ず全国へ。全国へ。
ここで勝負は決まる。よし、出た、仙道さん、福さんのスーパーコンビ。仙道にはこれがあるんだ。両難の勝ちだ。桜木、くらえ、福助。One out of every five junior high students plays basketball. Didn't you know that? It's great to pull off basketball techniques one after the other, like Hanamichi. Sakuragi, Kurae, Fukusuke. Damn it! Koshito, Frida, Ute. Where is it?フリーザー、よっしゃ、ゴール。お兄ちゃん、やったー。おい、切り抜けだ。ユーズボール取るんだ。三井さん、絶対にこの1点差を守りきれ。うわっ、そうだ。セット一本だ、一本、じっくり。オッケー、パス。なに、桜木、なぜそこに桜木がいる。ひねっ、ゴー、よっしゃ。ヘルドボール、おのれ、取ったのに。なんだ、どうなったの。ヘルドボールだ。ヘッドロック、ヘルドボール。なるほど、ヘルドボールで、なんだっけ。そう、つまりボールがヘルドしたってことだ。ああ、両方のチームの選手がボールにしっかりと手をかけて、どっちのボールかわからなくなった場合をヘルドボールっていうのよ。その場合、一番近くのサークルでヘルドボールにした2人の選手のジャンプボールから試合が再開されるの。そう、それが言いたかった。嘘こき。パスを受けようとしたコシノを含めた全員が今日疲れたはずだった。コート上の全員が。恐るべし、桜木さん。さっきの福さんへのブロック、さらに今の仙道さんへのディフェンス、あの天才仙道さんの作戦を呼んではるのか。嘘や。天才違う。読みでも勘でもない。ただの偶然だ。今のは本来マークすべき福田をほったらかして、ただ単純にボールを追っただけ。決して考えての行動なんかじゃない。ボールのあるところへとは集まる。単なる素人の習性だ。慌てるな、簡単なことだ。やつが素人だからだ。ラスト2分切ったぞ。この1点差を守り切るんだ。三井、三井さん。三井、見てたか三井、この真の天才桜木のプレー。そんなことより絶対に取らせるんじゃねえぞ。いいか。分かってる三井。あ、仙道の遥か上を。ああ。バカ、何やってんだ。飛ぶタイミングを合わせろ。ああ
よし、負けるか、負けるわけあるか。バカ野郎、花道、もしやはりあのジャンプ力は柔道に関係ねえだろ。ジャンプ力は、よし、この一本取るぞ。やはり仙道は分かってる。次のワンゴールを取った方が全国だ。ここだぞ、いいか、お前ら死ぬ気で守れ。ああ、来るな、残さん気持ちで負けるな、守れ。負けねえ、負けて止めるか。ディフェンスに最も必要なもの、それは技術ではなく気持ちである。そう確信させるような湘北のディフェンスだった。もはや応援は与南一色ではなかった。30秒オーバータイムのカウントダウンが始まった。その時、仙道のこの試合最高のパスが魚住へ通った。お前も4つだ、ファールが怖かろう。もらった、しまった。なぜ桜木がそこにいるんだ。こんだけは渡さん。よっしゃ、桜木が魚住をブロックだ。なぜだ、なぜあんなところから桜木が出てくるんだ。まだ理解していなかったようだな、ジジイ。この天才桜木の恐ろしさを。そして理解した時にはもうすでに遅おし。分かったかレオナン。素人か天才か、常識を覆す花道の運動能力を目の当たりにして、田岡の胸に今徐々に不安が広がっていく。湘北65対陵南64、湘北1点のリード。そして残り時間は1分25秒。どんなに不安がいっ
桜木。おお、見たかこの力強いプレーを。湘北ゴールはこの天才桜木が死守する。メガネ君、ミッチーの代役頑張れよ。両南には三井や陣のようなスリーポイントシューターはいない。ここでもう一本決めて3点差にすれば。メガネ君、フリーだ、打てー。シュー、スラムダンク。副キャプテン、メガネ君の執念、見てくれよな。